皆さんこんにちは、イントゥザミラーの服部です。今回はチベットのヤムドッコ、ラサからですね、車で3時間半ぐらい、チベットの三大聖湖の一つヤムドッコ、湖面がですねエメラルドブルーに輝いて何とも言えず綺麗なんです。この聖なる湖ヤムドッコの向こうにはヒマラヤ山脈が見えます。標高が5000メートル近い峠、展望台の標識にはですね4998メートルの表示がありました。私の人生で一番高いところに立ったということになりました。当然空気は薄い、常に深呼吸を続け、身体的にはですね全くトラブルはありませんでした。その峠の眼下にはエメラルドブルーの美しい湖が広がります。見る角度や空模様によってその湖面の色が様々に変化するためにトルコ石の湖と呼ばれているそうです。トルコ石はチベットの人たちにとってはとっても大切な石とのことです。湖畔にはですね放牧されているヤクがいました。同じくその湖畔にはですね五色のタルチョもなびいていました。チベットらしい風景です。ヤムドッコを見渡せる展望台の標高は4998メートル、実際の湖面の海抜は4441メートルの位置にあって、まっすぐですね太陽の日差しは降り注いで青い湖面の色を輝かしています。このヤムドッコに行く途中ですねチベット県との記念撮影ができました。チベット県ちょっと凶暴だって聞いてたのですが、少しビビりながら私も記念撮影をしてみました。ヤムドッコ、なかなか日本では見ることができない湖です。